おはようございます。今朝は欲しがった状態、欲しがることですねについてお話ししたいと思います。昨夜大牟田市商工会青年部の皆さんに発信をしてきました。講話という形で、講演という形で発信をしてきました。自分に対しても宣言ですね。年商10億円をこの自分のふるさとの町でやる、その理由は家族の幸せ、地域の発展、そして日本国家の発展だと、そういう大きなことを言ったことによって、じゃあ逆算が起きるんですね。どうやったらそれが成し遂げることができるかってなると、今ランニングしながら、本当にやってることはちまちま積み重ねしかないんですけども、英文語文をずっと繰り返し、日本語と英語ってずっとブツブツ言いながらやってるわけですよ。で、今日のお題は Do you like your hometown and why? って、あなた自分のホームタウン好きですか、それなぜですか。 Yes, I do です。そして私はこの町に生まれて、そして家族もこの町で暮らしてて、この町が住みやすいって心から思うし、この町でやっぱ年商10億達成して、ここを発信の拠点にするんだと、見通しを作るんだ、そしてここに住む子供たちにこの島に生まれてよかった、この島は自分の誇りと思うっていう風に持っていきたいんですね。機会しかない人生です。そうやってやってることはちまちま英文の練習だったり、これ今いちごのハウス定食が始まりました。昨日から植え付けです。ほんとスタッフが一生懸命頑張ってくれて、私は大牟田の講演会に行ったり、昨日は万能打ち合わせだったり、あとはその前の日だったかな、カナダの方とカナダのフルーツの現状について、お話をしたり、いろんな気づきがあるわけですね。その、ちょっと一つ脱線しますけど、カナダの現状を言うと、カナダに限らず海外のフルーツと日本のフルーツのその質の差がなぜ起きたんだろうってちょっと検証してたんですね、海外の人と一緒に。で、やっぱ私思うに、日本って島国、海に囲まれて狭いところで人がいっぱい増えて、だから競争ですよね。農家さんも競争、いかにいいものを作って買ってもらうかって、思いやりの国ですから、よりいいものを大切な人に届けたいっていう民族の習性なのか、狭いところで競争がすごい、技術の競争があって発展してきたと。でもその広い広大な土地があって、作りゃ売れるところでは努力しなくていいじゃないですか。だからクオリティが低いってことは、簡単にできる、簡単に売れるところ、そこは技術の進歩ないです、そう思いました。だから日本ってクオリティ高いんだなって。だって天候のリスクとか、本当打ちのめされるようなことがいっぱいあるわけですよ。一生懸命作ったって津波で流されたりとか、地震で元も子も田んぼすらなくなってしまったりとか、そんな環境の中に我々は本当品種改良を繰り返しながら生き残ってきたわけですから、作りゃ売れるっていうところと同じなわけがないって思うと誇りに思うんですね。この国の農業技術って素晴らしいって、っていうようなことを英文にして発信しながら、そしてふるさと年商10億見通しを作り、ここで圧倒的に突き抜けて、そして私のふるさと大川市大野島っていうところに、ここで1億円農家になりたいっていう方々がたくさん集まってきて、チームが編成できて、世界に向けて発信しお届けすることができたら。でも今世界に対して輸出するっていうよりも、いちごって柔らかいですから、いちご以外の農作物だったらいいかもしれないですけど、やっぱり日本に来てもらって、うちまで届かなくたってですね、博多のホテルでもいいし、いろんなリゾート地、温泉地でもいいです。そこにお泊まりする、何月何日チェックインするから、そこにいちご送ってくださいっていうし、そういった状態を、今すでにもうやってるんですけど、そういったお客さんを増やしていけばいいって。日本に来た時には竹下グループからいちご買ってくれりゃいいっていうシステムを今構築しようとしています。実際に、一部やっています。もう名前も覚えちゃうぐらい毎年買ってくださる方が、星野リゾートや北海道のホテルに泊まられる時に必ずそこに送るんですけど、そういったサービスをもっともっと拡充していけば、必ず日本の
農産物って海外の方に親しまれる、より日本に来る楽しみが増える。今回の東京オリンピックでもたくさんの方々が日本のコンビニのクオリティやトイレの素晴らしさとかに感動して帰られたと聞いております。やっぱり日本本当すごいんですね。狭いところでそのサービスの競争がものすごくやっぱ激しかったので、だから子供たちにも将来なりたい姿がないとかじゃなくって、日本に誇りを持ってもらって、自分たちの街に誇りを持ってもらって、そして海外の方に届けるってっていうことを知ってもらったらですね、でそういったことを発信してたら自分が欲しがるんですよ。冒頭のテーマに戻りますけど、ちょっと前置き長かったですが、自分が発信して、あー言い損ねた、あもっとこんな表現すればよかったっていう挑戦したことによって失敗こくと欲しがるんですね。発する言葉が未来を作るっていうのは、自分が発信したことによって欲しがった状態になるからこそ、次の学びがぐっとインプットの質が上がる。やはり人に伝えること、そんな大きなこと言うなよお前って根下くんが横でささやくんですけれども、あえて大きなこと、大義を発信することによって、私は自分が飢餓状態になり、より高度な情報を求めることによってインプットの質が上がっています。発信すること、そのことによって欲しがります。欲しがることによってインプットの質が上がります。だから勉強の質が上がります。時間は有限です。限られた時間で効果的な勉強学びを習得するためには、発すること、欲しがること、そしてインプットすること、そしてまた発信すること、人の役に立ち続けることによって能力の開発をこれからも更新していきます。ということで今日は欲しがることでした。以上です。